はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、リブロマンサーデッキをですね、ご紹介していこうかなと。まあ、これ、リジュアルフェスティバルで使ってた方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、まあ、リブロマンサーのオリジンが実装されておりましてですね、まあ、これで、まあ、ちょっと強くなりましたんでね、このデッキ。診断のペースが最近早すぎて、ちょっと、新しいデッキを紹介するのがだいぶ遅れがちになっているんですが、オリジンが実装されたことによって、結構強くなっておりますんで、まあ、このデッキを、まあ、ぶちかましていこうと思っておりまして、これ、オリジンが何をするかというところなんですが、カード名、指定で1枚しか発動できないというところで、まあ、一応、3積みしても、まあ、どれか1枚しか発動できないんだけど、初動になってましてね、このカード。まあ、絶対に初手に引きたいカードなんで3枚入ってます。で、1番2番3番ありまして、1番の効果、発動中の効果勝利でリブロマンサーオリジン以外のリブロマンサー魔法トラップカードを1枚選んでセットできるというところで、リブロマンサーはね、このフィールド魔法で汎用サーチがありまして、発動中効果勝利でリブロマンサー持ってこれるっていう効果がね、ありまして、しかもこのフィールド魔法で儀式ができるんでね。なんで、ライジングを持ってくることもできますし、あと、まあ、ライジングが手札にある場合は、インターフェアとか、あとこのアフェクテッドっていう、その妨害になるトラップカードをセットすることもできるんで、これ非常に優秀です。このカードは。はい。まあ、臨機応変に対応できるっていうのによってね。で、自分のメイドにリブロマンサー儀式モンスターの、がいる場合、攻撃力が自身のレベルかける100アップするということで、まあ、例えば、デスブローカーが、いるだけで600アップするんで3100になったり、このファイアバーストくんが、700アップして、3500になったり、めちゃくちゃ強いというところ でしかもこれ2枚とか発動してると一応重ね掛けができるんで、まあ、2枚発動してれば、2枚分のアップが期待できて、まあ、これこいつとか4200くらいになりますからね。4200とかいうガチでやべえバテになるんで結構強いというところですね。で、3番目のおまけ効果も結構強くて、自分のフィールドに儀式モンスターが儀式モンされると相手のフィールドの魔法トラップカードを、破壊できるということで、まあ、魔法トラップへの梅雨払いもできる。このね、デッキね、魔法トラップを無効にするカードインターフェアぐらいしかないので、まあ、普通に破壊できるのは優秀です。はい。というわけで、このカードを、まあ、ぶち込んだリブロマンサーデッキ分回していきましょうと。で、一応ね、メインギミックだけで妨害用意するの意外と、まあ、大変なんですよね。まあまあ、リンクを伸ばしていったりいろいろやれることはあるんですけども、ちょっとやっぱ妨害が心もとないというところで、まあ、このデッキ結構ね、その儀式、していく上でね、天使族モンスターめっちゃ墓地送れるんですよ。弁天とか、ディバイナーとか、まあ、プチエンジェルとかこの辺のモンスターなので結構これ出ますというわけで、まあ、これでね、ロックして、まあ、先行はドヤ顔していけばいいかなと思って、おりますので、早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、サイバープチエンジェルちゃんか。なるほど。儀式モンスターがちなみに手札にないとですね、この時は何もできないという話ありまして、間違いない、サイバープチエンジェルとか、まあ、儀式の準備とか、まあ、その辺の通るね、余裕で。なるほど。今うららって言われてたら普通にターンエンドなんですけど、シンプルに割とね、サーチを繰り返すのはドローランドロックワードもめっちゃ辛いですし、まあ、言うて結構辛いは辛いですね。まあ環境的には、はい、ドロールがめっちゃ流行ってて、まあ、残機とか、ピュアリーの、まあ、影響もありましてね、はい、まあ、ドロール必ず飛んでくると言っても過言ではないから飛んでくるから、まあ、そこが、まあ、ちょっと非常に辛いと、まあ、儀式デッキには逆風というところがあるんですけども、なんかダダ通りだな、ダダ通りするわこれ、ダダダダダダ通りだこれ。レブロマンサーオリジンの効果、これ新規カードですね。これに、魔法トラップセットできるというデッキから効果ありまして、これめっちゃ強いです。で、ライジング効果で、さらにデスブローカーを、はい、手札に加えていく。で、ですね、ちょっとね、デクレラディバイナーをね、引きたいんですね、とにかく。とにかくね、デクレラディバイナーを引きたい人生なんですね、このデッキ。ちょっと、強引に引きに行くというね、動きを皆さんにお見舞いしたいと思います。弁天をぶちかましまして、で、これ消火器使っちゃってるんで、ですね、これデスブローカー出しますで、2枚ドロー2枚して、チェーン1。チェーン1クローシープで、チェーン2、サイバーエンジェル弁天効果で、弁天の効果でカードが1枚増えまして、はい、でこうしまして、で2枚ドロー2枚してか、これ捨てられるのまあまあ強くて、クローシープのね、あー今いらないね。これで墓地送ってよくてですね、ちょっと後で回収しましょう。でもいらねえか。ちょっとバーストくん一回君ちょっといいや、今君の出番じゃない。で、トラップカードをセットする効果、デスブローカーありまして、これでなんか何でも向こうのインターフェアセットで、エルフで蘇生、はい、
で、エルフィング効果、自分の墓地からレベル2のモンスター特殊ができるんで、これでさっきしてた、あ、なんか、え？何このタイミングで。あ、キモ。え？計画狂ったんだけど。計画狂ったんですけど。計画狂ったんですけど。お、なんだよそれ、ふざけやがってよ。ちょっとどないしよ。まあ、ちょっと鬱陶しいですけど、まあなんか謎のなんか屋敷わらしとかいう意味わからんカードに、妨害されまして、まあでも言うて強いですからね、あれ超会場とか止められますからね普通に。これでまあエンド、まあでも言うてね、これ妨害力的にはまあまああって、まあ増字うららインターフェアアフェクテッドがあるので、まあ何でも向こう1回うらら1回増字でドローが入りますね、なんかエフェクテッドの相手のモンスターパクりますみたいな。ちょっとドロフェズっていこう、もう手札強いし。で、あのガンマって言われたら普通になんかウララかアフェクテッドって言えば、あ、インターフェアって言えば無効できるんで、まあ、増獣を通す方が大事これに関しては。ラゼン、ラゼンか、ラゼンか。いや、まあこのイケメンの効果通すとちょっとろくなことないんで、まあちょっとウハルラで幼女の幼女を食べて我慢してくれ。あ、なんか あれだね、入れ替えだね多分これ。なんだっけ、バリウスか、ヘビーボーガーどっちかあるな。まあそこはスルーで、入れ替え&ヘビーボーガーとか来んのかな、ちょっとわかんないっすね。相手の、まあ、バンキッシュ、ソウルバンキッシャーか、じゃあロックオブバンキッシャーだ。ロックオブバンキッシャーの効果はまあちょっとどうにかして止めたいんですけど、展開力がちょっと増えちゃうんでね。さあ、まあ、とりあえず、まあ、使ってくるは使ってくるでしょう、ロックオブバンキッシャーの効果を。はい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 、いや、まあこれ無効でいいよな。 あ墓地から回収の方、回収は別にいいか、回収は別にどうでもいいぞ割と。あ、それは別にいいわ。あ、前に出てくるわけじゃないんだ、別にいいや。え、それマクレアンクレーか、いやー、なるほど、伏せあんのね、伏せあんのね。さすがにそれはじゃあちょっと割りますか、それ割りましょう。あー、間違えた間違えた間違えた違う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 、ゴミ蘇生しちゃった。ちょ、違う違う違う、やばい、ちょ、バメ宣告者を蘇生してヌトツをぶちかもとそうとしたら、なんかよくわかんないけどゴキブリ蘇生しちゃった。どうしようこれ意味わかんないことしてもうた。オリジンが発動するか、オリジン弁当発動するしかねえ、やばいこと起きた。え、カードセットしましょう。後ろ剥がすのはどうしよっかな、あれなんだわかんねえけど、まあ、とりあえずちょっと儀式召喚一応できたら後ろ剥がせるから、その効果で剥がしに行くか。その効果見せていいな、あのリブロマンサー、オリジンの効果でね、儀式モンスターが出てくるとですね、これでいいか、あの儀式モンスターが出てくると、相手のバックを破壊するという効果がありまして、まあ、それの効果、あ、バンキッシャー、まあ、それはね、普通に無効ですね。インターフェア効果、デスブローカーを、手札に戻しながら、相手の発動した効果を無効にすることができまして、はい。で、モンスター特殊召喚、自分の墓地から、ファイア特殊召喚。で、ファイヤー特殊召喚成功時効果もこれ起動できるんで、リブロマンサーの、モンスターが特殊召喚、サーチできるという効果ありまして、で、これでファイヤーの効果、何持ってくるんだ俺。デスブローカーか。デスブロ持ってきて、はい。で、エージェント効果で回収。よし、いいぞ。ファイヤーバースト君が爆誕するかもしれない。いけるからの、あ、リブロマンサーライジン効果、ライジン効果、
スノーデビル。え、待って、俺やべえ、これ3種類だったら終わり。あ、やべえ。やべ、やべ。うわ、余計なことせんと、これエルフで蘇生しておけば。いや、じゃあオリジンの効果見せなかったんだよねという言い訳をぶちかまして、普通に全部破壊されます。すいませんでした、すいませんでした。いて、最悪。いや、これあの皆さんは、ね、先にね、あのエルフの効果を使って、あの梅雨払いしてから展開するようにしましょう。これ一応デスプロが出せるから今いいか。で、弁天をリリースして、はい、デスブローカー爆誕させていく。で、弁天効果で、ラゼンの効果いいでしょう。まあ、問題はない、それぐらい許してやろう。ファイヤーバースト、これ出してえな。ファイヤーバースト一応レベル帯的には出るか。ジャオロン、はい、これ何体いるんですか、その変異速1、2、3、あ、4体いいんじゃん。ちなみに、あの転移速がめっちゃ墓地にたまるんで、このクリス・マスムラめっちゃ強くて、これ結構出る、もう今出るからね、これ普通に。これクリス・マスムラ出したらもうなんか相手は何もできないよ、多分。まあ、ライジングの効果一応発動するけど、なんかある？バリウス出てきてなんか全部破壊されるみたいな話ある？あ、うっ使う。はい。はい。なるほど。まあちょっと欲張って展開してますけど、本当は多分これ、あれですよ、大天使クリスタ爆弾させたと思って勝ちです、これ。ほぼ。あ、まあでも一応相手あれか、魔法タップで、あの回答あるか、まあ、裏側守備にするっていうカードがあったり、まあ破壊するカード1枚入しか入ってないか分かんない、どうか分かんないしね。で、これでファイヤーバーストくん、召喚ムービーどうぞ。イケメン、僕のヒーローアカデミア、マジで打点高いっしょ、これ。これオリジンの効果でね、なんかレベルかける100上がってんだよね、打点が4200っすよ、これ4200っす。ちなみにファイヤーバーストくん、モンスターには2回殴れます。はい、の、納金なんで4200、モンスターに2回攻撃です。ジャオロンいいでしょう。で、まあ分からせにいっていいか、分からせモンスター出して、はい、でこれでもう相手の手札多分引かんないから、もう何も何一つ引かんないから、はいはい、 OK。 やべ、60秒しかねえ。で、デクレーラーディバイナー召喚でヌトスをかまして、これね、ちょっとね、ギミック的にね、天使が溜まりやすいんで、これ仕方ないです、これ。このカードが入るのはこれ仕方ないです。え、なんか破壊しちゃうの、これ。やばい。え、なんで？わかんないけど、ヌトスを来たんかった。あれ？なんかこいつ破壊されないんだっけ？あ、スノーデビの方が。スノーデビの方が、うざすぎ。バトル。普通にモンスターには2回殴れるんで、これファイヤーバースト、時間ないです。ファイヤーバーストくん行きましょう。2回殴れますよね。ファイヤーバーストくんの攻撃、うおー、いっけ。ファイヤーバースト2連弾、3連弾、4連弾、危ない。ちょっとクソみたいなプレミした気がするけど、まあ勝ったんでよし。うわー、なるほど。龍一、まあ言うてハンドはまあまあ強いな、これ。ハンドはまあまあ強い。儀式モンスター一応手札にいるので、サウラビスが、まあだから、まあ儀式モンスター稼げていて、まあ増時通ってくれるととても嬉しいなといったところ。お、事故ったか。うわー、そういうことか。まあ打つしかないね。うららだけ本当にやめてください。通してください。ゴキブリが通ります。通してください。はい。マジでちょっとさ、増殖する G ガチって通らないんだよね、もうこれがないと本当に。よし、 OK、 G は通った。増時マジでね通らない。うん、ガンマがあると、まあ、結構ね、あの通しやすくはなりますけどね、割と。まあそれもまあ言うて2枚引き必要とされるんであれですけども、まあね、ガンマがやれるデッキを入れた方がいいですね。結構そのモンスターが、ま、盤面に出る前にサーチ入れるんで、このデッキ結構なんかオリジンとかライジングとか結構裏打ってくれる人いるんでね、そこにね。なんで、まあ、わかんねえからな、リブロマンさんなんて多分誰も。なんで割とこのガンマを爆弾させて、まあレベル8シンクロから動いていくみたいな、まあ8、10してなんかバロネス作ってから動くみたいなこともできますし、
結構ね、これガンマはめちゃくちゃ相性がいいと思います、デブロマンサーとは。はい。で、あとはまあ何枚ドローさせていただけるのでしょうかといったところですね。やめようよそういうカード使うのやめませんか争いは。これどこまで、どこまで行くのかな。ピュアリー、はい、どうぞ。はい、はい、ああ立っていく、ギリ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 調教に成功していく。なるほど、ああなるほど、プランプで吸収して、これでまあノワールまでは確定か。いいだろう。言うてあんまりドローできないんだよなこのデッキ。やっぱこのドロー枚数で普通にノワールかけ、おおお前強すぎるだろ、ツードロー、ふざけんなふざけんなマジで。何入ってんだこれ。次元障壁儀式って言われて終わるぞ。あーリープか。うわダリー、これでドロー抑えられるのマジやばいね。なるほどね。はい、言うてこれ 俺1枚しかドローしてないのマジっすか。1枚ドローに抑えられてノワール出てくるのマジで。スタマイフェイズ1枚ドロー入る、リープでもう1枚ドロー入る、2枚でノワールだな多分これ。で緊急テレポートもう多分これ打っていいな。緊急テレポート打って、でなんだっけ、あの G、ギーク出してきてサーチまで入れよう。はい、であなたどうしますかっていう話ですねこれね。でギーク効果発動して、さあどうするそうなかなかの激闘が始まりますこれ。あとはどこに、まあ、でも基本的には勝てません。基本的には勝てないけど、もしかしたら相手が腕組んで、ノワールの効果に過信して腕組んでるパターンあるから、まあ、一応やるわ。大体負けんだけど。さあこれでプランプの効果で、それが7個になり、でさらにオリジンが、飛ばせて、あてか今あれか、だから緊急テレポート一応打たない方がいいのか、素材増えっから、まあ、あんま関係ない、6素材か7素材かあんま関係ないな、あんまり関係ねえ。でリープね、はい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 。で化け物、化け物、動物園でも多分嫌われてるっていうか、そもそも動物じゃなくて天使、エクスペアリーノワール、はい、だって8素材なんだこれ、やべえミスったわ普通に。これ緊急テレポートドロフェっちゃいけねえな。あとは僕は一体全体何をすればいいのかっていう話があるんですけども、まあ、とりあえずですね、僕があのデッキに対してできることなんですけども、ですね、基本的に相手が腕組んでることを祈ってサロスエルス、これしかないです。はい、相手が腕組んでなんかずっと見守ってることを祈りまして、無限に展開して、まあ、モンスターを前に出すというね、ことはね結構できるんですよ。だからそれを、逆手に取りまして、こうサロスエルスをなんとかしてこう静かにかましていくしかないということですね慎重にいきましょう。バレないように、バレないようにね。意外と許してくれんな。これマジで、マジであんじゃねえかこれ。これワンチャンあるぞこれ。普通に。おい、全然通してくれるぞ相手。相手、バリバリに通してくれんな。ありがてえぜ。であるならば、まあ、儀式の準備を使って、ちなみにこのデッキ儀式魔法は入ってないんですよね。儀式魔法がそのフィールド魔法で儀式できる効果になってるんで、このフィールド魔法を多分分かり寺と多分基本的には戻すんですよね。これ分かり寺とこれを戻す、これを戻してサレンダーの説はまあまああるあ、無金寺なのか一応分かり寺かどうかですよ。あとはここがなんか通るんだけど、マジやべえ、通るぞ。これ着地許していただけます、もしかして。でデスブローか、これはですね、多分ね相手がね、多分ねこれマジでわからないから、とりあえずまあいっかっつって通してるんですけど、ですね、これはですね、ピュアリーマイフレンド破壊したいです。そうするとサロスエレスで巻き込んでも回収が入らないんで、
ああ、そこはダメなの、それはダメなんだ、なるほど。まあまあまあ、まあ、確かに、まあ言うてマイフレンド破壊されるのは鬱陶しいという話ですね。わかりました。では私は弁天の効果でディバイナーを手札に加えさせてもろて、まだ召喚権僕使ってないので、デスブローカー効果で、ちなみにもう、あー無限法要、いや意外と打ってくれてる、意外と打ってくれてるぞ。これ投げるか、サウラ、いやサウラ投げるあるのこれ、結構サウラ投げよう、サウラ投げて、で無限法要、対象取る効果ですね、対象取る効果を無効にできる。はい、まあ、セットしたカードをね、あの戻せばいいと思ってるんでしょうね、相手は多分これね。はい、でデスブローカー効果で、でマジで相手の妨害の当てどころリブロマンサー初心者すぎて笑う。マジで、でもまあ、そりゃそうだよな、わからねえよな、知らねえよ、なんでそこでなってるの。でデキュラルディバイナー召喚効果、まあ、これヌトスホーですね、ヌトスホーは絶対通るんで、マイフレンドは一応処理することができそうではある。これあれだもんな、守られてないよな、ハッピーで、ハッピーで守ってたのさっきの生徒、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、通る、よし、もう余計なことしない、もう余計なことしない、行こう。腕組んでエンドしてるとな、こういうことが起きんだよバカタレが。腕組んでエンドしてるとな、こういうことが起きんだよ。いけサノスエレスクルヌキアス効果発動、リンク召喚に成功した場合すべての表が表示モンスターの効果が無効化されるぜ。よし、元気だ。これピアリープのチェーンだもんな、多分。で、リブロマンサーエージェントの効果によって自分の墓地のデスブローカーを回収。イエス。いける。いや、これインターフェアあんのか。インターフェアあんのか。インターフェア、あの、緊急テレポート出すモンスターあれか。ギークしかいないか。ライジング、あ、いや、これあれだったな。普通に儀式モンスターそのまま残してよかったか、まあ。あんま関係なかったこれ。でリブロマンサーライジン効果、一応儀式モンスターが盤面にいないとインターフェアが打ってないので、これでまあインターフェアの起動条件を満たしておいて、よし、オーケー、こっからだな俺の勝負は。相手手札3枚一緒、いやこれワンチャン止まるけどな、これワンチャン止まる、腕組みエンドマンだった結果ワンチャン止まる。これピュアリープに1枚ドローの効果ついてないもんな。でメイン2だから、つまりだ、出てきたモンスターの効果を無効にすればいいんじゃねえか。もうこれで相手モンスター出してきます、なんかよくわかんないモンスター爆誕します、でそいつの効果無効にしたら手札1枚でしょ、手札1枚から大丈夫だろ。クランプでもノワール乗れねえし、ワンキルされるって誰、ワンチャン、いや大丈夫だと思うけどな。インターフェア、はい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 、でハッピーメモリー、メモリーはいいんだよ。で手札捨てろよ、手札捨てる、でなんかモンスター出てくる、これインターフェアしてインターセプトしていけばいける。さあハッピーメモリー効果、手札アジアポチョクって、あーオッケー、効果がされないのは俺のカードね、いいでしょう。増殖する G、 なるほど。で、デッキから出てくるのが、まあ、多分ピュアリーの、リリーの方。で、これをインターフェアして、はい。いや、でもまだあんのか。まだワンチャンだ。でもこれ、向こうにするしかないよな。いや、効果、いや、いいんだ。これはいいんだ。これはいい。これはよくて、変身効果に、それは、よくて、これ多分変身効果で無効でいいんじゃないかな。マイフレ・デリシャスはいい。で、ストレイ・ピアリー・ストリート。なるほど。ストレイ・ピアリー・ストリート・デリシャス。いや、これは、ストレイ貼ってくれたんだったら、いや、これ対象取らないんだよ。別にインターフェアは。別に。これ初見殺しでいけますこれ。一生初見殺ししてたんでこれ勝てそうですこれ。はい、向こうで、リブロマンサーインターフェアの効果、リブロマンサーデスブローカーを手札に戻し、
デッキから、あ、違う違う、墓地からリブロマンサーを特殊化しながらその効果は無効。さあどうする。さあどうする。ピュアリリリ変身ができません。さあこれは困りました。お相手し、あまりにも初見殺し、わからん殺しを一生しているため、相手は一体何が起こっているのか全く分かっていません。そしてリブロマンサーファイヤーの効果発動。特殊召喚に成功したためデッキからリブロマンサーモンスター一体を手札に加えることができる。まあ、もうこれはデスブロッカーでもいい、何でもいいけど、まあ、ギークリか。よーし。やっ、神ゲー。うわ、なんもねえか。大天使くん、ちょっとなんか息を用途手札に来てるけど、君はね、的でいいんだよね。強欲というやつも、はい。このさ、除外する方法めっちゃキモいよな。なんかあの新しくアップデートされたのはいいけどさ、うわ、モルがないと。やばい、先ほど来た。このね、除外される、おー、こん、ワンフー。え？この後ですね、モンスターゾーンで3種上で攻撃力1100以下のモンスターが召喚してください。この方がフィールド上に置いてくれて、OK、破壊される、1400以下。いや、1400以下。いや、やべえ、モンフーワンフー。なん、モンフーワンフーだ。モンフーワンフー。一応ドローフェーズにしまーす。もう、ワンフー、モンフーワンフー。モンフーワンフーベイベー。ワンフーモンフーベイベー。和球のワイロ、キモ。和球のワイロ、キモ。ちょっと待って、サグラビス、1枚ドロー。なるほど。これさ、でも言うてさ、これいくつまで死ぬのこれ。ちょっとわかんねえや。サイバーエンジェル、弁天くんを、見せつけながらワンクーの効果と、まあ、これちょ無効にはならないから、無効にはならないからね、うん、無効にはならん。でオリジン、はい。で、いや、無効にならんのでかいだろ結構、なんだかんだで。オリジン弁当発動して、ちょっと待って、通して何これ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 、通してちょふざけんな、ちょふざけんなマジで。サイバープチエンジェルを召喚。全部死ぬ。俺のモンスター全部死ぬんだけど。おい、なんてあのクソ、モンクとかいうモンスター。モンクじゃない、ワンクーか。これ、要は1900以下死ぬのか。でも儀式できたらいけるぞ。1400プラス、500だから、1900以下。1900以下が死ぬから、儀式できたらいける。いや、でも月神。月神強欲でどんな感じも、いや、これキモいよな、このなんか除外する時のエフェクト。いってーよくもー、頼む、儀式魔法っていうかフィールド魔法か、フィールド魔法来てくれ。肉せキモい、アフェクテッド、何もできないぜ。もちろん何もできねえ、俺はターンを終了するしかねえぜ。やばいって、相手2枚ドローなんだって、相手毎ターン2枚ドローなんだよ、早くしないと。いやー、きついなこれ。500ダウン絶対永続的に、うわってことはこれいくつだ、1000下がるのか、実質1000下がる、1000下がって2400か、2400以下死ぬのか、これ2400以下死ぬ。あ、でも一応耐えるか、あいつ。なんだっけ、リブロマンサー、エージェントか。エージェントはこれ死ぬもんな。エージェントは死にます。これさ、待って。でもアフェクテッドあるから、これワンチャンパクれるのでも。はい。で、オーコワンクの効果発動。これで、アフェクテッド打ちます。で、リブロマンサーモンスターが いる場合、これと相手の、モンスター対象にとって相手のモンスターパクりながら自分のカードを戻すというね、最強の効果がありまして、これでワンフーをもらえば、ワンフーもらってなんか起きんのこれ。無理何このデッキ、ワンフーモンフーベイビー強すぎだろこれ。絶妙に効果を無効にしてこねえのがうぜえ。